みーみーチャンネル始まるよ。次の方、フランシスさんですよね。今日はどこら辺まで髪を切ろうと思っていたんですか？首あたりですね。なんでこちらの美容室に来たんですか？家に一番近いところがここだったので。ありがとうございました。じゃあ早速髪を切っていきたいと思います。じゃあこちらにサインをお願いします。豪快ですね。豪快って？なんか大胆。夏っていう潔が良くて気持ちいいっていう。素早くて。そんな感じ。日本一のいい美容室だからね。さすがですね。すごい可愛い。じゃあ見てみましょうか。でん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 。わあ、可愛い。若くなった。なんかお姫様じゃなくて現代の人っぽくなったね。こんな感じになりました。あ、すっごい可愛い。ありがとうございました。ありがとうございました。おお、一生懸命つけた髪が次の方どうぞ。どうも、おはようございます。まずお名前を聞かせていただいてもいいですか？はい、ミミです。どんなお仕事されてるんですか？ お仕事は YouTube です。 YouTube 去年の9月に始めました。じゃあもうそろそろ1年ですね。 YouTube どうですか？楽しいですか？はい、あの髪の毛のこと話してすいません。今日バッサリ切るって聞いたんですけど本当ですか？はい、ここら辺まで。今まで短くしたことはあるんですか？あります。3歳ぐらいです。モンチッチみたい、チャドルみたいな。今日はそこまではしないんですか？はい。お尻ぐらいまで伸ばすって聞いてたんですけど、なんで変わっちゃったんですか？空間にするとこんな短いけど、まっすぐにビーンってするとここぐらいまでもつくので、まあ長さはこのくらいでいいかなって思って。ああ、まっすぐにしてみたら意外と長かったからもう満足したってことですか？はい。バッサリ切るっていうのはなんか失恋でもしたんですか？お姉ちゃんがいるんですけど、お姉ちゃんがもうここら辺までバッサリ切ったので、はい、ちょっとやってみようかなって思って。で、失恋したわけではないんですか？はい。失恋の意味はわかりますか？わかりません。あの、好きな人に振られるってことです。はぁ？女の人はよく好きな人に振られると髪の毛を切ったりするんですよ。なんで？もう古いものは捨てて新しい自分に行くわっていう感じでなるんですけど、じゃあミミさんは好きな人に振られたわけではないんですね。はい。ちなみに好きな人はいるんですか？いません、告白したことありません。え？こんな人になりたいっていう目標とかあるんですか？こう芸能人とか。やりません。とりあえず切ってください。はい、スタンドアップリーズ。あの、動かないでください。じゃあちょっとケープ作っていきたいと思います。首の形に切ります。はい、スペシャルケープ完成しました。なんでこんな風にやってんの？で、切りますよ。肩につくぐらい切ります。
さんイメージしてるのはですね、おにぎりです。周りおにぎりだってあるんですよ。じゃあ三角のおにぎりを目指しますね。このお客さん本当よく動いてちょっとやりづらいですわ。お客さんにその失礼なことは何ですか。首になります。失礼しました。首ですよ。ついつい本音が出てしまいました。だいぶ短くなりましたね。どうしましょう。大丈夫です。動かないでください。紙の量が全然違うんですよ。ちょっとすみませんね。これどうしますか、お客さん。見たい見たい見たい。カットしてください。試しにカットしますね。試しに。あのまっすぐ前見てください。全然長さ違う。このあとリンサーはすんの？しないとダメですね。でもすっごい髪の毛洗うの楽になると思いますよ。いいですか？もうちょっと。いいんですか？途中でやめて。ダメです。はい、できました。イエーイ。あ、軽い軽い。3、2、1。いかがでしょうか、お客様。思ってたのと全然違かった。髪、これからシャワーをして髪の毛が濡れた状態でスタイリングしていきますので、よろしいですか。はい。わー、すごいね。うん、ミニーさん、こんなに髪の毛が減ったのでもうすごい楽になったと思いますよ。こんなに髪がついてたんですね。じゃあその中に、すいませんね、掃除まで手伝ってもらっちゃって。お客さん、じゃあ髪の毛洗ってきてもらっていいですか。一人で。はい。じゃあシャンプー終わりました。で、こういうのも伸びしてあげてよ。こう湿ってると、髪が湿ってるとこんな感じです。とってもお似合いですよ。いや、髪の毛溶かすのも短いと楽ですね。ねえ、カラフルゴムで結んだ。はい、これ友達と嘘だから。はい、できました。いいんじゃない。お気に召しましたでしょうか。はい、じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。うん、平井室、この美容室どうだと思った。店員さん、なんていう名前だった。私はミーミーだったよ。ママだったよ、うち。そうなん、すごい長さだった。見て、わー、長さそう。うー、いいね。一緒なの。私は、あー、まあ、いいんじゃないの。でしょう。カードでお虫払いです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。マイダーリー。はい、どん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 。じゃあ、出かけてくるわ。うちね、今日誕生日パーティーするんだ。3時から。いってらっしゃい。行ってきます。